トヨタ自動車はアメリカの廃車サービス大手、リフトの自動運転部門をおよそ600億円で買収すると発表しました。リフトはスマートフォンのアプリで利用者とドライバーをマッチングする廃車サービスを展開していて、アメリカではウーバーに続いて2位のシェアを占めています。トヨタは子会社を通じてリフトの自動運転部門を およそ600億円で買収し、開発体制に取り込んで、自動運転のシステム開発を加速させます。同時に事業提携も行い、リフトのシステムと車両データを活用することでも合意しました。トヨタはもともとウーバーの自動運転開発部門だった会社にも出資していて、アメリカでの廃車サービス向け自動運転の技術開発やデータ活用にも大きな影響力を持つことになります。